成田夢牧場は千葉県成田市にあるテーマパーク。前身の秋葉牧場は1887年開業。園内には京弁鉄道牧場線の蒸気機関車を含む産業用車両の胴体保存も行われている。冬季機関イルミネーションも、ともとは1887年から搾乳専業牧場として創業してきた成田夢牧場の前身。 秋葉牧場の落農専門の牧場であった。宮内町下宇佐五稜牧場に近く、下宇佐大地の北部は、落農が盛んであった土地でもある。秋葉牧場の落農家、秋葉博之により、観光牧場、観光農園としては1987年に開業した。牛やヤギなど、多数の動物を飼育し、触れ合いができるとともに、牧場こだわりの牛乳、 ヨーグルトなどの乳製品や牛乳食パン、チーズケーキなどのスイーツの製造、販売も行っている。牧場内では、乗馬や乳搾り、バター作りなど、牧場の特色を活かした、各種体験教室や季節に応じて、芋掘りやイチゴ狩りなども行っており、年中無休の施設で一年中遊べるようになっている。オートキャンプ場も併設する。自然との触れ合いをポリシーとしており、施設内では、 牛やヤギなどの動物と直接触れ合うことができる。また、場内で製造された新鮮な牛乳やアイスクリームなどを食べられることや、成田国際空港にも近いため、観光シーズンには多くの観光客で賑わう。犬関連の施設も充実しているので、首都圏内の中でも犬を遊ばせるために来場する客も多い。また、花の名所でもあり、3月から4月頃のポピー。 金魚草、菜の花等の花摘みや、夜桜ライトアップ等のイベント、いちご摘み、じゃがいも、きゅうり、ピーマン、ナス、オクラ等の作物収穫やオーナー募集も行っている。オンラインショップでの通信販売も積極的に展開している。鉄道ファンには、ラスチュ人鉄道協会による、軽便鉄道の動体保存運動が1993年から行われていることで知られている。 年に数回、降落シーズンなどに、胴体保存された蒸気機関車を走行させるなどして、牧場の観光に一役買っている。当期は、期間限定で園内のイルミネーションを行っている。ライトアップ期間中は、営業時間の延長や15時入園の夜間料金を実施。牧場サイロ2001年から続けられている、成田夢牧場の名物イベント。 制限時間30分以内に掘った穴の深さを競う、シンプルな競技で、一般部門、レディース部門、ちびっこ部門、掘った穴のユニークさを競う部門があり、総合優勝、総合準優勝、総合3位、ちびっこ部門の優勝、レディース部門の優勝、コスプレ賞、ユーモア賞、ピタリ賞等、様々な部門と賞が用意されている。そのユニークな内容がゆえに、 国内メディアだけではなく、イギリスのテレグラフ誌、オーストラリア国営放送、ロイター通信やフランス通信社などを通じて、海外メディアに紹介されるなど、国際的にも注目を集めるイベントとなった。万国共通で楽しめる競技として2018年2月4日に実施した第18回大会から、海外からの観光客や国内にいる外国人に参加してもらうための試みで、初めて、 フェイスブックを通じ英語で申し込めるようになる。ラスチジン鉄道協会も参照巻場線6号機キーイルン炭鉱鉄道を走行していた機関車園内のお花畑内をアトラクションとしてトロッコ列車が運行している。現役の炭鉱などで走っていた本物のトロッコ列車であり、成田夢牧場、巻場線と呼ばれ、鉄道ファンを中心に人気のアトラクションである。巻場線は、 敷地内に牧場線として線路、ターンテーブル、機関庫などを有し、通常はディーゼル機関車の運転を年に数回動体保存された蒸気機関車を走行させるなどして牧場の観光に一役買っている。これらはラスチジン鉄道協会による軽便鉄道の動体保存運動が1993年から行われている。ありがとうございます。